ラリー・オックスは、アメリカのジャズ・サックス奏者で、ロバサキソフォン・カルテットの結成メンバーであり、レコードレーベル、メタランゲージ・レコーズの共同創設者である。オックスはトランペットを、ほんの少し研究していたが、テナー・サックスとソプラノ・サックスに集中していった。カリフォルニアにある、トゥエルブ・スターズ・スタジオの運営に加え、1978年から、音楽プロデューサーとして働き、自身のレーベル、 メタランゲージレコーズを設立した。彼は、ロバサキソフォン・カルテットを共同で結成し、また、グレン・スピアマンとのダブルトリオでも活動した。1994年には、デスリー・スカラピーのニュール舞台、ゴヤ・ SLA のための音楽を、1998年には、SXSW で最高のドキュメンタリー作品として選ばれた映画、Letters Not About Love のための音楽を作曲した。 また、ルームと呼ばれる新しい音楽トリオや、ホワット・ウィー・ライブというアンサンブルでも演奏した。彼は何枚かのリーダーアルバムをレコーディングしている。2007年、ボーカリストのドヘイ・リーとスコット・アメンドラと共に、ドラムとエレクトロニクスによるグループ、キホノアを結成し、2010年にアンオーソライズド・カプリースを発表した。彼は、詩人のリン、ヘジニアンと結婚している。 ありがとうございます。